檜山はハスキーかポメかな。あ、正直檜山ほど心が読みづらい人って会ったことがないよ。俺にケーキをくれるの？嬉しいな。ねえ、もう一つだけお願い事をさせて。一緒に食べた時の君の笑顔ももらいたいんだけど、いいかな？神楽は君に見つめられるといつも通りが難しくて少し困る。やるね。やるね。面白くなりそう。ほら。いいね。いいね。やるね。さすがだね。いいね。面白くなりそう。やるね。楽しみ。やるね。今夜は返したくない。どうする？神楽は手強いかもね。例えるなら主張の強いチワワとか？